皆さんこんにちは。本日はハーフマラソンで失敗をしない走り方、こういったテーマで解説をしていきたいと思います。フルマラソンはもちろん、ハーフマラソンを走っている方、これも多いですよね。フルマラソンの距離はちょっと怖いけれども、ハーフマラソンならなんとかと思う方も少なくないですよね。僕も実際最初はそうでした。あの絶妙な距離、最高ですよね。今回はそのハーフマラソンで失敗しないためのレースプラン、これを説明していきたいと思います。というのも、先日ハーフマラソンの大会に参加してきて、これもね、なんと自己ベストが出ました。ありがとうございます。前半はまずはハーフマラソンの基本的なレースプランについて、そして後半は僕が先日走ったレースでの取り組み、これをね説明していきたいと思います。それでは早速いきましょう。まずハーフマラソンはフルマラソンに比べて距離が半分ですね。フルマラソンというのは後半にかけて下半身が非常にきつくなるんですけども、ハーフマラソンはどちらかというと心肺機能、つまり心臓がバクバクとなって後半しんどくなります。全く別種目ということですね。まず僕はハーフマラソンは3分割で考えます。序盤、中盤、終盤。序盤は3から5キロくらいまでですね。この序盤の3キロから5キロまででやることというのは、体の動きの確認、そしてペースの設定、これです。まずペースの設定。ペース設定というのは目標タイムから簡単に割り出せます。例えば2時間切りであれば1キロ5分40秒、1時間45分切りであれば1キロ5分、90分切り、1時間30分切りであれば4分15秒。まず序盤は一旦このペースで走ってみて動きの確認をしていきます。ここで大切なことというのは、設定のタイムにちょっと幅を持たせることです。例えば目標のタイムが1時間45分であれば、最高目標が1時間45分、これと同時に最低目標、つまり最低でも失速してもこれぐらいには帰ってきたいなっていうタイム、これもね決めておいた方がいいです。もちろん強い決意で絶対に今日は目標タイムをクリアするんだ、この気持ちは非常に大切です。でもね、最低目標でも最低でもここまでには変えていきたい、こういったタイムを設定しておくことによって後半の大崩れを防ぐことができます。または序盤の体の動きを確認しながらその日の設定タイム、これを決めていくのもいいかもしれませんね。そして中盤戦は15キロぐらいまでですね。ここで大切なことは、とにかく無心で淡々と走ること。この区間というのはね、本当にねリラックスをしてできるだけ脱力、これを意識して走ります。この時点で肩や腕周り、そして表情や下半身に力みを持ちながら走ってしまうと、後半終盤戦にかけて体力を維持することが難しくなってしまいます。なのでこの中間走の15キロ地点くらいまではリラックスして無心で淡々と体力を温存させる、これが非常に大切です。逆にね、10キロ地点ぐらいで表情が崩れてきたりとか、腕や肩に力が入って下半身に力が入ってしまうと、後半に体力を維持させること、これが難しくなりますので、この時点で設定タイムを少し落とす、これが少し大事かもしれません。先ほど言った目標を少し修正する、少しね最低目標の方に切り替える、こういったペースコントロールすることも非常に大切です。もちろん人によっては苦しい時ほど粘れる、そういった方もいらっしゃいますけども、早い段階で苦しかったりとか、肩や首周りに力が入ってしまうと動きが硬くなってしまいます。そういった場合は一旦リラックスできるペースまで落とす、これもね非常に大切です。さあ終盤戦はね15キロ以降です。ここからはスパート、フィニッシュを意識し出します。この時点でかなり体力使ったなという方は我慢の時間が続きます。筋肉の痛みや疲労を感じ出すのもこの地点を過ぎてからですね。ここからが粘りのキーポイントです。僕もね、下半身に疲労を感じるな、裏もが疲れてきたなと感じたのも17キロ以降ですね。逆にまだ余裕があるからというのは15キロ地点からロングスパートをかけてもいいですし、まだまだ我慢して18キロあたりからスパートをかけても全然 OK。 このあたりは自分のレーススタイルや体力の残り具合と相談しながら決めていきましょう。勝負は15キロを超えた終盤戦ですね。ここからの粘りが好記録を出すポイントになります。まとめると、3から5キロぐらいまでは自分の体の状態を確認してレースペースを確認する、15キロまでは無心で淡々と走る、この時点では体はできるだけリラックスです。この時にね、体に力が入っていないかすごく大事ですよ。そして15キロ以降、こっからはね徐々にペース上げられる人は上げていきましょう。この時点で苦しい人、しっかり粘っていきましょう。1キロ1キロ騙しながら走っていきます。ここまでがハーフマラソンの基本的なレースの進め方かなと思います。ではここからは先日の僕のレースを振り返りながらお話していきたいと思います。参考になるところがあればぜひ。まず先日出したハーフマラソンのタイムはこちら、1時間19分24秒ですね。一応ベストなんですけども、まあ5秒ほどです。僕の当日のレースプラン、
これは全く決めていませんでした。というのも練習の一環で走ろうと思ったので、まず走り始めてから決めようと思ったんですね。これ本当です。なのでスタートの地点ではほぼ何も決めておらず、そしてコースというのが1周約3キロの長井公園の周回コースです。1周3キロなので、まあ、1周走ってみてから今日のペースを決めようと思って、1周走ってみて気持ちいいなと思ったペースというのが3分50秒。なので今日は3分50秒でしっかり進めていこう、こういったプランで決めました。おそらくね、これがすごく良かった。というのも、ベストを出すつもりではなくて、3分50秒を淡々と刻もうと考えたんですね。これが余計な力が抜けて、リラックスして走り、これに繋がったんです。事実、10キロを超えても全然きつくなかったんですね。当日、僕のクライアント様が応援に来てくださったんですけども、その時に言われたのが、ジョグかと思うぐらいめちゃくちゃ楽そうに走ってましたよとおっしゃってくれたんですね。本当にその通りで、10キロを超えても全然きつさがなく、あ、ちょっとペース上げようかなと思ってペースを上げても本当に全然きつくなかったんですね。というのも脱力リラックスできた、これが本当に良かったんです。リラックス、表情や指先、肩から下、膝から下の力が抜けていると、自然と力が入る場所というのは体幹周り、そして骨盤や股関節周りの筋肉、この辺りになります。この辺りでしっかり走れていると、脱力ができているのにすごく大きな力を使えるから、リラックスしながら速いスピードで走ることができるんです。逆に言うと、指先や足先、そして表情がぐっと崩れて力んでしまうということは、体幹や股関節周りの力は入りづらくなります。ということは、力感がある走りをしてしまうと、大事なお腹周りや股関節周り、この筋肉は働かなくなるんですね。だから楽に速く走れている時こそ末端の力抜けているということですね。自分がきついなとかしんどいなと感じる時、そういう時はあえて表情や肩から下、膝から下手のリラックスする走り、これを心がけてみてください。そんな状態だったから15キロを超えてもほぼほぼしんどさはなかったんですね。でもその時点でベストとか全く考えてなくて、その時点でもこのまま失速しなかったらめちゃくちゃいい練習だなと思いながら走ってました。で、18キロを超えたあたりから、これもしかしたらベスト狙えるのかなと思って、そのあたりでね、初めて記録を狙うことを意識したんですね。まあ、18キロだったら残り3キロですよね。まあ、3キロだったらちょっと頑張ってスパート、ちょっと無理してスパートをかけてもいけると思って頑張ってそこからスパートをしたら、まあ自己ベストが出たという形です。なので今回の結果を分析すると、心身ともにリラックスができていて、いい意味で緊張しなかった、これがね、好記録につながったんじゃないかなと思います。もちろんね、もっと最初から記録を狙いに行くときっていうのは攻めた展開をするんですけれども、今回に至ってはこのリラックスした環境、これがすごく良かったです。これからレースを控えている方というのも多いと思います。ベストを狙いに行くという方もそうではない方もいらっしゃるかもしれませんけども、リラックスした走りを心がける、これがね、いい記録やいい走りにつながるのではないでしょうか。まあ今回の僕はね、一つの事例に過ぎませんので、少し参考程度に聞いていただければなと思います。ハーフマラソンの、ね、参加する方非常に多いです。フルマラソンの練習の一環として出る方も多いですし、がっつり記録を狙いに行く方、初めてのレースでフルマラソンは怖いからハーフマラソンにチャレンジ、そういった方も多いですよね。皆さんね、気負わずリラックスして楽しんでレース行ってきてくださいね。本日の質問はですね、ジョグのつもりとかスロージョグのつもりがだんだんペースが上がって、気がつけばビルドアップ走になっている、長い距離を走りたいんですけども、これどうすればいいですかという質問ですね。ありがとうございます。これね、結構あるあるですね。ゆっくり走るって難しいんですよね。まあ気がついたらね、自分の気持ちがいいペース、速いペースになってしまいがちですからね。そうですね、僕だったら、僕とかはゆっくり淡々と走ることも結構慣れてきたので、だったらね、別に20キロとか30キロでも淡々と長く走れるんですけども、逆に、ね、それができていない方、それがねできないなっていう方は、徐々にビルドアップしちゃうなっていう方は、時間走の方がおすすめですね。時間走って決めちゃうと、ペースを上げてもペースを上げようが下げまいが、結局3時間なら3時間、2時間なら2時間走りますよね。なのでペースの上げ下げ関係なく時間が走るんだったら、まあじゃあゆっくりでいいかっていうね、心理的にそっちの方に傾きやすいので、もしねペースが上がってしまうとかだったら、時間走やる方がおすすめですね。逆にうちの奥さんなんかはゆっくり走るの全然苦痛じゃないから、30キロとかにしたらその方が楽っていう考えなので、まあそういった方はね、別にゆっくり走ることは苦じゃないんであれば、30キロとかね、40キロでもいいと思うんですけども、このね30キロ40キロだったら後半ぐーっと上げてしまうっていう方なんかは、まあ時間で決めた方がいいんじゃないかなと僕は思います。まあ、僕もあの割とゆっくり走るのは最近慣れてきましたので、まあ距離にしてますけれども、まあ時間走っていうのはね、本当にその時間運動するっていう意味で結構おすすめの練習法なので、ぜひね時間走なんかもやっていただければいいんじゃないかなと思います。ジョグとかね、スロージョグの場合はね。
いつも高評価、コメント本当にありがとうございます。皆様の高評価、コメント、動画を作る励みになっております。今日の動画も参考になるところあったなと思ったら、ぜひともね、高評価ボタンよろしくお願いします。そしてコメントにて質問疑問などありましたら、ぜひともね、コメント欄に放り込んでおいてください。よろしくお願いいたします。本日は以上です。最後までご視聴本当にありがとうございます。こちらのチャンネルではランニングに関する情報や走り方、そういった情報を配信しております。今日の動画参考になったけどまだチャンネル登録をしていない方、ご了解にポチッとよろしくお願いします。Twitter、SNS で高山マラソンをシェアしていただけると本当に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。